夢のような時間を作り出すタイミングは、風のようにあなたのもとにやってきます。さて、最近あった楽しかったこと、幸せだなって思ったこと、ちょっと思い出してみてください。くつろぐ時間、のんびりとした時間は、そんなあなたのイメージから生み出されていきます。では、その感じをしばらく味わってみます。なかなかいい感じですね。のんびりするってどんな感じかな。くつろぐってなんて思いながら気持ちをどんどん広げていきます。では手を前に伸ばして、その2倍の長さまで自分の意識を広げていきます。エネルギーを伸ばすっていう感じですね。それを右にも左にも上にも下にもどん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 広げていくことができます。大きくなりました。さらに大きくなって、壁までそのエネルギーは届いていきますよ。イメージだけです。できちゃいますね。大きくなった。では壁をすり抜けて、エネルギーは外へ外へとどんどん広がっていきます。どうですか、なんか新鮮な空気を吸ってるような、そんなイメージでしょうか。広がっていきました。さっきまでいろんなことを考えていたのが、どんどん解きほぐされていくような、そんな時間です。もう考えるってこともいりません。自然にゆっくりと落ち着いた感じです。さて、では呼吸に意識を向けてみましょう。俯瞰というのは上から全体を見るっていうことなんですが、上に意識を向けた呼吸を今からしてみますよ。息を吸いながら意識は上に上がっていきます。で、今度吐くときに降りてきます。そう。上がって吸いながら、そして吐きながら降りてくる。上がって降りてくるのは、もうあとはあなたのリズムでやってみてください。ゆったりと意識を上下させながら呼吸をしてみます。すると頭の上に大きな空間があるのを発見します。そう、頭の上にも空気はいっぱいありました。空間もありました。その空間を縦だけではなく横にもどんどん広げていきますね。広がりますでしょう。これがあなたの今の心と同じ大きさです。おお、心はどんどん豊かになっていきます。いい感じですね。そうするとこの空間が今自分一人なんだなっていう、そんな気持ちになります。そして今ここにいるだけでもう十分幸せだななんて、そんな気持ちにもなっていきます。意識は広げたりさらに大きくしたりすることができます。自由だななんて感じてみてください。では目を閉じてちょっと聞いてくださいね。今のように俯瞰で自分の範囲を大きくすると、少々のことが許容範囲内で待っていられたり見守ることができたりします。心を動かすことなく安心していられます。もう動揺することもありません。つまり俯瞰とはドラマがドラマでなくなるということなんです。小さい範囲で小さいことに目を向ければドタバタドタバタってしてるのを体感してしまいます。ああ大変。だけど大きな自分だと、それはほんの小さな竜巻に過ぎないかもしれません。俯瞰の目でゆっくり見つめて感じて、それから動いてみましょう。すると無駄がなくなります。時間に余裕が生まれます。
焦る気持ちがないからゆったりしていられます。なるようになるんだなということを信じることができます。つまり自然に流れに乗ることができるようになるということです。では今日のお話です。聞いてください。目を閉じたまま自分の人生を歩んでいきたい。それは自分次第。自分次第ということはある意味周りを全く気にしないで進んでいくということです。なので自分の人生を歩んでいきたいと思う方は周りを全く気にしないでいくことに慣れることが必要です。周りを全く気にせずに楽しんでみることが大事なんです。周りのことをもう気にしないから何がいいとか何が悪いももうありません。自分が納得することが大切なんです。しっかり自分の根を張って生き生きと自由に遊ぶ、そんな感覚です。あんな風になりたいなとか妬みとか好きとか嫌いとかそんなのを持つと歪んでしまいます。まだ進む方向さえ分かっていないかもしれませんが、まっすぐ目の前にある道を進んでいくことが必要なんです。ただ進む、無理なく豊かに優しく笑って進むことです。周りの人々の役に立つ、あなたが思うその通りにできるまで周りがどう思ってるかなんて無視しつつ自分勝手に突き進んでみてください。そうすることであなたの存在が人々に喜びを与えることになりますから、楽しみにしていてください。あなたがそれを楽しくすることができればさらに喜ばれることになります。自分を楽しくする、これもあなた次第なのです。では目をゆっくりと開けてみましょう。ああ、さっきの部屋に戻ってきました。でも気分はさっきとは違うなっていう感じですね。心の広がりを今いっぱい感じていらっしゃるかもしれませんね。これが本来のあなたです。そしてしばらくこの感覚を味わいながら何か召し上がってみたり飲んでみたり歩いてみたりしてみてくださいね。その時の体の動き、気分、いつもと違うかもしれません。でもそれが本来のあなたです。その緩やかな流れを感じながら楽しく毎日を過ごしてみてくださいね。